皆さんこんにちは、カルチャー2020のお時間がやってきました。今日私伊藤と細井さん、はい、そしてゲストに、森本選手でよろしいですよね、はい、森本選手をお迎えしてお届けします。待ってました、やったー、嬉しい、マジで超嬉しいです。いや嬉しいですね、はい。今日森本隆之選手ミラノにこれなんですか、これ。これあの2010-11シーズンに、はい、インザーギと、はい、あのサンシローで交換した本物です。これ試合2対2だったんですけど、でサブで、はい、インザーギもサブで、はい、で多分その年からアップするときに多分1チーム3人なんですよ。1チーム3人横に出なきゃいけないルールみたいになって、で片山監督から森にちょっとアップしてこいってなって、でそれアップしてるときにもうインザーギー早く来てくれと思って、ずっとこう、どいつ呼ばれるんだろうなと思って、インザーギずっと見てて。サンシーロってあそこ一緒なのか。そうです、一緒。アップのところだ。そうだ、そうだ。横の脇。はいはいはい。狭いから。そう、狭いから。はいはい、で、インザーギがパーって来て、でも速攻話しかけ行って、あ、あの、ピアチェレ、みちゃも、森本です。もうめちゃです。もう普通のイタリア語だ。なんかもう、試合の後にユニフォーム交換してもらっていいですか、うん、みたいな人。おい、オッケーオッケー。だから向こうも、知っててくれた。そりゃそうでしょ。どうですか。いや、知ってたんですよ。多分、それこそ、岩本さんが、うん、多分、森本どうだみたいな、森本見てるかみたいなので、うん、多分、インザーギのこと取材してくれて、はいはいはい、話してる文化結構あって、はい、でそれで、多分知っててくれて、もう、すぐ交換できた。いや、マジ嬉しくて。これがもうすごいさ。これだからピッポのその時試合で来たやつってことですよね。そう、試合で。うわ、なんか生々しいもん。あ、本当だ。かっけえ。いや、でもこのパッチもだってほら、このレガーの古いパッチとか、チャンピオンズリーグのやつとか。いやー。すごいわ。あれですよね、細井さんと森本選手は、はい、ジェフの時に面識ある？そうなんです。だから、森本選手がジェフに来た時は、まあ、そのいわゆるカルチョフリークとしては死ぬほど嬉しかったんですけど、うん、その時まだダゾーンもなかったし、僕自身は活動としてはそんなにこう表立ってセリアの話仕事をしてなかったんで、ただ好きな人、まあ、だったから、森君にそのね、ジェフにいた時にインタビューする機会は3、4回あったと思いますけど、あのカルチョの話を深くすることは一切なかったんで、はい、そうですね、ジェフの暗い話をしてが多かったんで、そうですね。はい。だから それはすごく後悔してたんですよ。で、いつかこういう機会があったらいいなと思ってたんで、めちゃくちゃ嬉しい。あのね、僕と細井さんは単なるイタリアサッカーフリークなんで。フリークなだけなんで。あの、そこでプレーした選手のお話を聞けるっていうだけでも、はい、聞きたいことがたくさんあります。たくさんあります。いいっすね。だからまあ、相当マニアックな話を二人されてるから。あ、ご覧になったことありますか？見たことあります。はい。嬉しいな。なんか、いいっすね。その、本当に、こんぐらいの人にしか伝わらない話をするから。そうそうそう。いや、でも森本選手も結構あれですよね。カルチョとかイタリアサッカー追ってらっしゃいますよね、今。結構、はい、好きですね。やっぱ、見るのはセリアが多い。あ、そうなんですね。なんかやっぱ、なんだろう。ね、やってたからかわかんないですけど、見るのはセリアですね。いや、やっぱ、いまだにあのなんか独特の面白さって、やっぱいまだに変わんないですよね、セリア。そうですよね。なんか、こう男臭いというか、人間味が溢れますもん、あの感じが。嬉しい、なんかそういう話。そこら辺の話も伺っていきたいんですけども、はい、改めて、ね、はい、森本選手のプロフィールを紹介していきたいんですけども、1988年5月7日生まれ、現在35歳。同世代的に言うと、香川真司選手、乾選手、吉田選手、権田選手らと、まあ、同年代と、うん、神奈川県出身で、まあ、読売市ジュニアから、ベルディジュニア、そしてジュニアユースと、そして15歳10ヶ月で、J リーグデビューと、そして5月5日ですね、15歳11ヶ月28日で J1 最年少得点記録と。まあ当時我々もすごいのが出てきた。いや、いや意味が分かんなかったですね。だって僕もその中学校のクラブチームでやってたけど、チベルディとよく試合したことは。あ、本当ですか？はい、してたんです。FC 湘南っていう、はいはい、あの、森くん時代わかんないかもしれないですけど、今で言うと、あの、チェイス・アンリ選手とかが出身だったりするんですけど、はい、そこで、たまに、ラモスのお兄さん、ラモスさんのお兄さんとかがコーチやってらっしゃった時とかに、
僕もそうそう試合したんで、でもその時の感覚で、例えば15歳で、いくらヴェルディの選手とはいえ、15歳で、10人出て点取るってマジで意味わかんなすぎて、ちょっと、ね、いまいち飲み込めなかったですけど、あの時は。結構その辺の話は、まあ、インタビューとかでもされてましたけども、15歳で、まあ、J1 デビューするって言った時に、まあ、どんな気持ちだったんですか？いや、なんか、でも楽しみな気持ちはめちゃくちゃありましたね。はいはい、その、やってやるぞっていう思いがすごく強くて。中学校の夏に初めてトップチームの練習参加させてもらって、で、もうそこもなんか楽しくやらせてもらって、やっぱ先輩たちは厳しいんですけど、それでも絶対負けないと思いでずっとやってて、で、中3終わって、キャンプから合流してみたいな、って感じでしたね。なんかでもそういうのとも、今振り返ると、イタリア的ですよね。なんか、そういう達成者が出てくるじゃないですか、はいはい、イタリアのクラブでも。いや、だからあの頃のヴェルディ、やっぱすごいっすよね、そういう意味で。いや、あの時のヴェルディすごいと思う。すごいっすよね。すごいっす。そのなんか、気構えというか、うん、まあ、アルディレスさんが監督だってっていうのもあるかもしれないですけど、うん、でも、その風土としてチームメイトも、15歳を受け入れて、うん、そうっすね。相当生意気なガキを、本当に受け入れてもらったんで、本当先輩たちに。はいはい。本当感謝しかないというか、うん、優しくしてくれたんで、うん、そこはやっぱ大きかったですね。あの人たちと一緒にプレーできたっていうのは大きかったです。え、あの頃って、その、まあ、見るからにその身体能力の部分で、その同年代からしては飛び抜けてたんだろうなっていうのはよく分かったんですけど、そのテクニックの部分とか、そのサッカー感っていうか、個人戦術的な、そうそういう部分ってどう感じてたんですか？いや、足りてないと思いました。正直。体は、やっぱ自分よりちっちゃい選手とかも細い選手もいたから勝てるんですけど、やっぱ技術的に、あとは個人戦術的にはもっともっと学ばないと、それやっぱ大人 J1 のチームでやるっていうのは全然まだまだ足りないなと感じてました。じゃあメンタル的にはでもなんか余裕でやってるように見えたんですけど、なんか泣きそうな日々もあったんですか？いや、泣きそうでした。泣きそうでした。泣きそうでした。大変でしたし、でもそう、なんかそういうのを見せないようにしながらやってて、でも毎日本当上手くなろうって気でやってし、練習もずっとやっててって感じでしたね。なるほど。だなんか怪物感がやっぱすごくて、その風貌的にそのね、すぐ忘れろなどとかって言われたけど、その風貌と雰囲気が、あまりにもこう、15歳感がなさすぎて、変な人なんだろうなって思いました。いや、それは、あれですよ。メディアの弊害です。そういうことですよね。いや、そう、勝手にこう、こうはされちゃって、でまず、ロナウド好きでしたけど、本当はトレゼゲが大好き。確かに、大変なんですけど、トレゼゲかもしれない。確かに。大問題ですそう、ジュニアユースのコーチとかに、お前は180センチのトレゼゲになれ、なるほど、なるほど。ワンタッチゴーラー目指すっつって、で、こう DVD とかめっちゃコーチが作ってくれて、トレゼゲの動きとか。で、それずっと真似してて、で、やっぱヴェルディのジュニアユースの子たちだと、やっぱ崩せるんですよ。はい。うまいから、いいボールがバンバン来るんですよ、動けば。はい。で、それで俺はもう、動いて、パスもらって、トラップしてシュートとか、ヘディングで流してゴールとか、めちゃくちゃ決めてて、をやってたのに、あのジュビロ戦で、またぎフェイントをしてしまったから。やったもんだから。すごかったもんだって。キレキレでした。キレキレだ。またぐは切り返すわ、キックフェイントはすごいわ。そうあれのせいで、ロナウドってなっちゃったんですよ。でも本当は和製トレゼゲを目指してた。大失敗だな。ワセロナードってなっちゃった。どうしようっつって。で、もうそっからなんかプレイしていくたんびに、なんかこうドリブルを仕掛けろみたいな雰囲気になってて、いや、俺、もともとそんな仕掛けるタイプじゃなくて、もうペナガイはシンプルにプレイして、ゴール前でこう、駆け引きしてボール待つタイプなんだけど、それが理解されずに、なるほど、ね、今日森本ボール全然触んなかったな、とか言われたりして、普段その本当こう、悩みました。それはそれで。結構傷ついた、やっぱ。いや、もうその、周りが言う森本像と、俺が
目指してる森本像が違くて、なんかだからどこにこう、なんだろう、本当精神状態、ね、やっぱそうっすよ、ね、おかしくなっちゃうというか。いや、だって16、17の頃の話ですもんね。いや、僕だから、その、そういう意味で、僕自身も多分当時のそういう印象に、まあ、踊らされた一人で、うん、その、なんか若干やっぱサイコパス感っていうか、そうじゃないと、ああならないだろうなというふうに勝手に思い込んでたから、はい、メンタル的にやっぱぶっ飛んでネジが外れてて、だからああなれたんだろうなっていうような感覚で見てたんですけど、はい、ジェフに来た時に、全然そんなことです。はい、超繊細な、ですよ。うん、なんか喋ることの言葉の選び方とか、うん、インタビューしてても、すごい繊細。で、なんかちょっと時々おどけて変なことするんだけど、それも繊細さを象徴するから、あ、この感じだったら10代の頃結構きつかったんじゃないかなと思ったんです、うん。なるほど。ああ、そうですね。だから、うん、演じちゃうというか、ああ、その、ああ、そうですよね。期待にね。みんなが作り上げたものに寄せなきゃいけないんじゃないかっていう、ああ、このなんだろう、ああ、もやもや感。うん、もうすごいありました。ですよね。で、これ森本孝行スペシャルとして今週と来週にわたって2回お届けするんですけど、今週は森本選手のそのキャリアを追うストーリーの部分に焦点を当てたいんですけど、つまりそういうこうモヤモヤ感とか、こう自分自身がこう保つのは難しいっていう思いもありつつ、だから飛び出したかったっていう気持ちもあったんですか、海外とかに。そうですね。もともとやっぱセリアをずっと見てたので、うん、イタリアずっと見てて、うん、絶対イタリアでプレーするっていうのはもう一個目標にしてたから、うん、はい、でそれをこう J リーグプレーしながら、うん、ほんと18歳のタイミングで、うん、カターニがオファーくれて、うん、でもう即答ですぐ行きますっつって決めましたね。へえ、はい、小学校の頃から、まあ、イタリアサッカー、まあ、当時はまあ割と海外サッカーって言ったら日本だとね、イタリアサッカーみたいなのありましたけど、うん、結構見てたんですか？結構見てます。あの、はい、セリエ A ダイジェストって、うん、風間さんが解説したやつ、深夜やってたやつ、はい、あれめちゃくちゃ録画して見てて、はいはい、もう結構、あの時代のセリエ A はもう、はいはいはい、網羅してます。ね、そうか、ね。で、トレゼゲだったわけですね。トレゼゲが大好き。誰だろうなとって言い始めた。確かに坊主、トレゼゲも坊主だったからさ。じゃあまあ、そのヴェルディでプレーしてるときに、カターニから、まあ、どういう感じなんですか？代理人からなんですか？チームに連絡があったんですか？そうですね、その、イタリアの、あの、中田ヒエさんとかやってたブランキーに、すごい代理人の人が、チームに連絡来て、はい、で、そこから始まりましたね、話が。そうか、そのブランキーニさんがやってるんですね。はい、18歳で、まあ、イタリアに憧れてたとはいえ、18歳で海外に行く。まあ、しかもイタリア、カターニャ。カターニャって、当時ってまだ、イタリア好きでもなかなか知らない地名だったり、チームだったりしてたじゃないですか。はい、迷いはなかったですか？なかったですね。でもやっぱイタリアのイメージは、やっぱミラノとかローマみたいな、こう、綺麗な街並みを想像したので、全然、違いましたもん。本当に、シリア。本当にシリア島のボロボロのアパートいっぱい並んでて、違う、イタリアとはちょっと違うような。そのシチリアっていう土地柄に対する多少の知識はあったんですか？例えばそのマフィアが有名だとか、そういうことも含めて。まあ、ありました。うん、あります、多少。ゴッドファーザーの有名な場所っていうのは知ってました。うんうんうん、ああ、はい。おもろ。当時、まあ、ブラッキーニさんが代理人をやってられて、その記憶、僕もなんか伝え聞いた話なんですけど、当時通訳をつけずに生活してたんですか？あ、1年目は通訳つけました。あ、つけたんですね。いました。へえ、はい。でも結構やっぱイタリア語の習得が早かったっていうふうに。そうですね。もう本当18で勉強もほぼしなかったので、はい、もう空っぽの状態でいけたから、はい、もうどん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 吸収できました、イタリア語。スラングがよくやっぱ、はい、すぐ飯とかにもよくチームメイトが本当に日本から来た、はい、もうハゲ坊主の弟みたいな感じでめっちゃ面倒見てくれて、ね、右も左も分かんない状態行ったので、みんなこう毎日こう飯行くぞ飯行くぞとか、車明日何時俺が迎え行ってあげる、本当優しくて、でそれで話しながら覚えてってって感じですね。あれ最初からトップチームでやってたんでしょ？そうです。練習はトップチームでやって、週末にプリマベーラの
あの試合に参加してた。はいはいはい。でもすぐトップチーム、あれ？そうです。半年間は最初の8月末スタートで、12月まではずっとプリマエラで試合で出てました。一回12月に初めてベンチ、アスコリ戦で入って、はい、アスコリ戦出なくてって感じでしたね。うわぁ、思い出してきた。暑、うん、いなぁ。やっぱあれですか、イタリアの人たちとか、まあ、イタリアでプレーする人たちって、やっぱりその、ファミリー感とかがあるから、その、ちょっと遠慮とかするよりは、ミシーコーって言ったらもうすぐ行く選手とかやっぱ可愛がってくれたんでしょうね。あとやっぱ18歳で行った、18歳でもあったかもしれないですよね。多分そうですね。当時、なんて呼ばれてました？チーム名とか。モリーとかタカとか。はいはい、はい、呼ばれましたね。特に、あの、面倒を見てくれた先輩誰ですか？この写真写ってるスピネージ、はいはい、スピネージね、スピネージに面倒見てもらってたのか、たまらんな、はい、スピネージ、うん、マスカーラはずっと、うん、あの UAE にも一緒で、はいはいはい、そうですよね、ノバーラでもそうですし、そっか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 、今でも連絡取りますね、うん、へえ、そうで、カセッタ、そう、カセルタ、うん、カセルタね、はいはい、今監督やってますもんね、そうか、やってますね、そうか、コルッチ、ビアジャンティもよく行ったし、バイオッコもよく家を招待してくれた、うん、メッシュ。あ、じゃあみんなでも本当にそうやって。そうそう、はい、バイオッコとかあれなんですか、ヒデさんの話とかしてました？知ってましたね。ペルージャで一緒だったから。はいはいはい。で、あとシュンさんもやってたんです、レッチーノ。そうかそうかそうか。だから、ヒデさん、シュンさん。バイオッコキーマンだな。はい、ダビデ。なるほど。日本食大好きで。へぇー。カターニャの、その日本食屋に一緒に行って。うんうん、食ってましたね。あ、カターニャにも日本食屋さんがあるんです。あるんです。はい、へえ。すごく美味しくて。うん、スピネージっていうと、この当時は大エースでしたもんね。大エースでね。じゃあその大エースにまあ可愛がられてたっていうのもあれですね。チームメイトから受け入れられる要素の一つですよね。そうですね。そのレベル的には、その頃どう感じました？最初の半年間ぐらい。これいけんなって感じました？いや、その、やってるサッカーの種類が全く違うなと感じました。うんうん、本当 J から行って、うんうんうん、イタリア行った時に、うん、本当ちょっと違う部類のスポーツだなと感じましたね。なるほど。例えば、ボール回し、日本だと 4-2 とか 5-3-1 とかやるのすごく上手いんですけど、うん、この人できなかったんですよ。はいはいはい、できなくて全然ボール回んないんですよ。うん、でもやっぱなんか試合形式になると、めっちゃ上手いし強いし激しいし。その日本のスタイルとやっぱイタリアのスタイル全然違うとは感じました。うん、うーん、そっか、ボール回しで言ったらやっぱヴェルディとかのは全然うまい。そりゃそうですよね。ヴェルディは、うん、そうっす、うん、そりゃそうっすよね、うん、その日本のスタジアムとそのカターニャのスタジアムの雰囲気とかってどうですか？そのサポーターとか街とかでも合うじゃないですか、はいはい、カターニャとかだと。いや、もう全然違いますね。もうその線がない、一線がないというか、はいはいはい、みんな友達。そうなんだよな。そうなんだよな。おお、タカーみたいな、うん。何やってんだこれ。今日練習したのか。みんな、勝手なイメージですけど、僕も南イタリアだとよりそういう雰囲気が強いのかなって気がするんですよね。うん、いわゆるその、仲間感というか、うん、友達感というか、強い気がしますね。うん、これでもだからその冬過ぎてから試合出るようにちょくちょくなっていって、はい、僕、その、だからもうその時から、あ、これは、なんか、いけんじゃねって思ったし、なんかそのやっぱ溶け込むのが、チームに溶け込むのが早い印象がすごいあったんで、うん、なんかすごいワクワクしたことを、まあ2年目もそうですけど、覚えてるんですけど、本人的なそのサッカーの部分の手応えっていうのは、こうどういうふうに順を追って感じていったんですか？いやー、そうですね。これ、1年目の時に半年、まずプリマベーラで試合出れたっていうのがすごく大きくて、うん、やっぱそのイタリア式の、うん、なんだろう、ゲームのスタジアム入ってから、ウォーミングアップしてから試合やる感じは、プリマベラもトップも変わらずの感じだったんで、うんうん、それをこう、半年間ちゃんとこう学べたってのが大きくて、なるほど、この順序立てていけて、で1月にこう試合出て点も取れて、うんうん、よっしゃと思って、うん、でこっからいけると思った時にそっ、うん、怪我しちゃった、のか、前十字切っちゃって練習中に、でやっぱそこでリハビリまた半年やって、で次出たのが開幕、あの次の年の開幕だったんですけど、はい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 、はい、あ、そっかそっかそっか、そっかそっか、そうだ、
でも振り返ると、デビュー戦が1月29日のアタランタ戦。そうです。後半39分から出て、4分後の43分にゴール。そうです。持ってますよ。持ってますよね。持ってますよね。デビュー戦でだって。確かに。まあ、1対1だ。1-0 で入って、同点なん決めたんで、うん、もう、ほぼ勝ちの雰囲気です。そうですね。俺らからしたらアウェーなんで。アウェイの引き分けはもう勝ちなんで。やもう、うわーみたいな。やば。いやでもやっぱそれだけに、重傷の、重傷はちょっと痛かったですね、気持ち的にはね。そうですね。そうなんだな、森君。本当に怪我がね。そうですね。はい。この後もそうでしたけど、はい、だってカターニアではその後も、まあ、ずっとその、なんで、まあこれだけ、残留争いを基本とするチームからすると、まあ移籍もする選手もいっぱいいる中で、まあ若かったとはいえ、ずっとそのチームに怪我もありながらも居続けて、うんうん、こう、だから評価されてることはよく分かって、期待されてることはよく分かってたんですけど、はい、本人的にそのサッカーの手応えみたいなところはどのシーン、どこの辺で一番こう感じた？これやっぱこの8、9シーズン、うんうん、本当に、この年は、楽しかったですね、うん。めちゃくちゃ。そうっすよね。そうですね。これだから、20歳ぐらいってことなの？そう、20歳の。20歳っすね。21とか20歳とか。はい、なんか、ああ、そうか。この試合と、年はだから23試合出場の7得点。チームの中で言うと、マスカーラに次いで2番目タイ。パオルッチと森本選手が7得点でタイですけど、なんかどの辺なんか覚えてる試合とかありますか？これやっぱ、うん、最初の開幕して、はい、この開幕前に北京オリンピックあったんですよ。うん、そうか。で、それ出たんで、はい、あのプレシーズンをほぼできない状態だったんです。はいはいはい、この新チームのプレシーズン参加できずに、はい、8月の末にカターに渡ったんですよ。はい、でもう2週間後開幕って言われて、はいはいはい、で、もう、ベンチにも入れずに、っていう状況が、続いてて、うんうん、で、たまに途中で出たりとか、うん、たまにスタメンで出たりってのはあったんですけど、うん、12月までに、5試合しか出てなかったんですよ。はいはいはい、はい、はいはい。で、俺ももう、片に3年目で、はい、その、代理人に、うん、いやもう、セリア B でもいいから、うん、試合出続けたい。はいはいはい。って伝えて、でね、どこだ、グロス生徒、と、ほぼ話が決まってたんですよ。ほう。その時 B? グロス生徒 B です。はい。はい。で、ワクワクするんですけど、グロス生徒グロス生徒っていうの、渋すぎますよ。聞かないな。今、グロス生徒どこにいるんですか？いや、わかんない。今もう結構ちゃったから。破綻しますね。グロス生徒が決まってて、うん、冬に。でも、冬に、うん。で、クリスマス前、クリスマス24か5ぐらいにローマ戦があったんですよ。はい。伝説のね。伝説の。で、うん、でも、なんか知らないけど、その、もう、グロセットほぼ決まったってなって、なんか気持ち的にもこう、晴れてて、うん、すごい、いい練習の、おもろ感覚がめっちゃ良くて、だから練習試合、その、週半ば練習試合やるんですけど、うん、それとも2点とか3点取ってて、うん、じゃあ、当時の前賀監督が、はいはい、ただ、何、どうしたのみたいな。うんうんで、前賀監督も知ってたんです、うん。俺がグロス生徒行くっていうのも代理人を通しながら。うんうん、じゃあ、こんな調子いいんだから、たか最後、カターニャで、年末出してやるか、みたいな感じのノリで、スタメンでポンと使ってくれたんですよ。ローマ戦に、ね。ローマ戦に。さらに2点取ったんですよ。この2点すごかったですよね。で、そこでもうガラッと変わって。まあ、そこでチームが3対2で勝つわけですからね。そうそう。これは伝説ですよ、このローマ戦は。マジで。で、なんかもう、その、カターニャの町新聞とか、カターニャのそのもうティフォージとかが、もう、森本、ほら、出したらやるんだ、あいつは、みたいな感じで、ああ、って言って、そしたらチームも、出せない状態になったんですよ。うんうん、なんであんなやつを、出すん、そうですよね。出すんだよ、みたいな感じになって、で残ることになって、で、そっから、年明けから、こう、スタメンに絡めるようになってって、って感じ。うわ、超すごい。これシンデレラストーリーですよね。よくある。これはそんな2ゴール決めた選手出したらね、チームがね、そうですからね。そうですね。だってローマ相手に、それで勝って、
ね、その選手を出さないわけにはいかないって雰囲気にもなって、うん、で、その、だからもう冬から、ほぼスタメンで出るようになったっすよね。レギュラー組というか。あれは震えたもんな、ドローマ戦は。で、まあその後、まあ、負けてしまいましたけど、ユベントス戦でもゴール。そうですね。なんか結構、まあ、数字的には振り返ってみるとそこでもないんですけど、なんか結構ユベントスと相性が良かったイメージはありますけど。あ、本当ですか。うん。まあでも、ユベントスそうですね。その次のシーズンも取ってますね。そうですね、確かね。ユベントス戦。で、このシーズンに関して言えば、ローマ戦、ナポリ戦、ボローニャ戦と残り3、最終3節で3試合連続ゴールと。はい、どんな感じだったんですか、これ。この最後の3試合連続。いや、もう乗ってましたね。絶対取れるだろうなと、はい。この時は、もう前回監督もすごい信頼してくれてて、うん、なんか、スタイルも分かってくれてたので、うん、なんか、その90分間消えてても、うん、最後、ポーンと取れるだろうな、タカはっていう感じで、うん見ててくれてて。なるほど。でもずっと90分フル出場してて。はいはいはい。で、点も取れたんで。うん。で、この時良かったですね。ああ、やっぱ自分的にもこの年はすごく一番こう自分手応えがあったって感じなんですかね。そうですね。ああ。これ3トップの左だったんでしたっけ、主に。いや、真ん中でした。真ん中でしたっけ。最後は。361の一番頂点だった。はい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 。もう前が監督がすごい変える、うん、たがる人。はい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 。なんか相手によって変えるので。うん。でも大体真ん中でしたね。ツートップやるときは、このツートップの片割れとか。なるほどな。いや、これ僕すごい覚えてるのは、さっき話があった北京オリンピックの、あのとき僕北京オリンピックのチームなんか結構追っかけてたっていうか、見てて、で、オリンピックの多分結構直前に森本選手入ってきましたね。そうですね。はい。で、そのセリアで変化した森本貴之が、この、オリンピック代表のチームに入った時にどうなるのかすごい楽しみで、見てた時にポストプレイがもう異次元だったんですよ。そのなんか体張り方と、その日本人じゃできないポストプレイのやり方、なんかこう体、相手のぶつけ方とか、踏ん張り方とか、で、収まる、国立でやった、何せな、直前の、ありましたよね。あの時ボール収まり方がすごくて、うわ、これはやっぱセリアでやるとこうなるんだなって、めちゃくちゃ思ったの覚えてて、で、まあオリンピックは、まああれ、あれだけど、その後のこういうシーズンだったんで、うわ、森本来たーって、めっちゃ思ってた。この年。結構、まあカターニャが、まあこの後も、在籍するわけなんですけども、はい、カターニャとの、まあ言える範囲でいいんですけど、契約って、どんな感じだったんですか？それ単年とかではなかったんですか？いや、複数年だった。多分、初めて18で行った時に、うん、3、4年結んでますね。うん、おー、うん。うろ覚えですけど、うん。で、2年目かな。この年の途中ぐらいに更新。うん、ここかな、うん。8、9シーズン途中で多分更新してます。うん、で、また2、3年増えてるはずですね。いや、結構すごいなと思って、そうなんですよね。そう。そうそうそう、本当にそう。VK ノバロン決めると7年ぐらい。そうです、7年。7年結構イタリアでプレイできるって、よほどの信頼とかがないと続かないのかなと思ったんですよね。そうですね。うん、いや、だから多分やっぱりキャラクターもそうだし、よっぽどこう可愛がられたし受け入れられたんじゃないかなっていうのは、もちろんサッカーの上もそうだけど、人物的にこう評価されたところはかなりあったんじゃないですか。ですかね。うん、クラブとかフロントとかの関係性みたいな感じだとどうだったんですか？評価されてるなって感じはあったんじゃないですか？そうですね。なんかもう一人、ローモノカっていう GM の人がいたんですけど、はいはい、もう、とんでもない、もう、大ボスの人がいて、はいはい、その人はもうむちゃくちゃ買ってくれてて。うん、ローモナコって大ボス感あるんだ。もうすごいです。もうそういう人物なんだ。あの、七人の。はいはいはい。面白い。ナポリ人なんですけど。はいはいはい。へえ。そこにはじゃあ可愛がってもらってるって。そうですね。でその人がもう、強化部のトップにいたんで、うん、その人がいる限りは、もう多分評価しましたから。うん、そうですね。カターニャ契約更新してもらって、みたいな。うんうん、この08-09ぐらいになると、もうイタリア語自体はもうほぼ大丈夫。ここ、大丈夫です。大丈夫。あの時、大丈夫でした。へぇー。まずこの2年目までは、全然まだ、聞けるけど、喋れなかったです。3年目からは、インタビューも全部自分でやったの。片言でしたけど、あの、インタビュー記者の人とやり取りして、
全然大丈夫でした。そのよく言われますけど、その方言みたいなのは、はいはい、完全にその方言がそのまま染みついてったんですか？そういう感じではなくて。そうですね。もうそれを聞いてたんで、それがイタリア語だと思ってたから。そうですよね。っていう話です。それを普通に話してて。へぇー。だからね、そのおかげで、この後どんどんその森本はもう日本人じゃなくて、シチリア人だって、うん、になっていく。そうですね。うん。イタリア人の彼女ができたらすぐ言葉を覚えたって僕も聞いたことあるんですけど。いや、それはないんだ。はい。それはないんだ。でもそういう場所にこう連れてかれました。チームメイトの先輩たちに。社交場に？社交場に。社交場に。楽しそうだぜ。大黒選手とお話しさせてもらった時に、森本くんはすごいよって言ってて、イタリアの生牡蠣を普通に食べるんだよって言ってましたけど。結構やっぱ、シチリアとかだと海産物が有名ですもんね。そうですね。もうだから、ムール貝とかも有名だし、バケツで出てきたりとかするんですよね。はい、ムール貝がね。で、だから、もちろんその後もずっと続くんですけど、まあ、怪我と、うん、まあ、カターニャというチームそのものが、やっぱりその、外国人はめちゃくちゃ多いし、チームの選手、毎年どんどん変わるし、で、もちろん残留をその一番のターゲットとするっていう意味では監督も変わるし、うん、まあ前賀さんとはね、すごく本当に、その後も続くいい関係だったと思うんですけど、監督も変わるし、チームメイトもどんどんコロコロ変わる中で、その後の流れっていうのは、こうどうでした？大変苦労しました？その怪我も含めてですけど。そうです、大変でした。うん、その、やっぱこの8、9で、前賀さんがいなくなっちゃうんですよ。うんうんうん、で、新シーズン90、の時に、うん、アッツォーリね。アッツォーリです。アッツォーリ監督。はいはい。その2年目の時のセカンドだったんですよ。はいはい。バルディーニの。なるほど。そうなんだ。なるほど。はいはい。で来て、うん、で前年のチームをこう引き継ぐ感じで、中心に考えてくれてやってて、はいはいはい、で出だしすごい良かったんですよ。うん、開幕戦点取ってるし、そうだ。すごく良くてこう良かったんですけど。うん、途中ぐらいが本当に負け始めて、うん、でそっから負の連鎖というか、うん、で森本が点取らないから負けるんだっていう形でこう批判されて、うん、でその、まあ、21だったんで、はい、気持ち的にやっぱ気持ちもメンタルも弱かったんで、はいはい、でそこにこうちょっと負けてしまうとかあって、うん、でそのまま12月超えてで、うん、そこでマキシロペスが来るんですよ、うん、そしたらもうマキシがとんでもない点取りまくっちゃったら、はい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 、もう完全サブになっちゃった、はい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 、でマキシが怪我してた時とか、うん、途中疲れた時とかに出て、うん、でたまに点取る形になって、うん、そう、そっからマキシロペスが完全な絶対的エースになってしまったことでなかなかそのレギュラー争いという部分で苦労するんですよね。そうか、でもまあでもね、13位なんで言ってもそうですね、すごいんですよね実は。まあでもあれですよね、そのアッツオーリー、今お話があった時は、開幕16試合で1勝しかできてなかったんですよね。そうです。だから、まあ、出てる選手たちにプレッシャーだったり、矛先が向いちゃったんですよね。で、まあ、冬に入ってきた新加入で、好転したもんだから。そうで、ミハイロビッチも、そうですね。12月に来て、で、ミハイロビッチになって、こう、うん、現実的なサッカーに切り替えるという。ああ、割と守備的ですよね。ミハイロビッチさんも亡くなりましたけども、それこそセリアダイジェスト見てた頃から見てた選手だったんですけど、フリーキックで3点取って、あれの人が監督で来るんだみたいな感じだったんですか。本当一ファンです。ミハイロビッチだもん。そうなるよな、それ。そうです。でたまに練習とかでフリーキック蹴るんですよ。すっごい。やばそうだ。これ見てたやつだと思って。はい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 、でもなんかこう。スーンとした感じいるんですけど、心めっちゃ嬉しいみたいな。本物を見れたわと思って。なるほどね。なるほど。でも、ミハイロビッチ監督からは、まあ、あんまり起用の機会はもらえなかったんですね。そうですね。まあ、マキシ来て、でも、うん、なんか、ちゃんと、人間的に熱い人なんで、ちゃんと話もしてくれるし、ちゃんとこう、なんだろう、もう、お前は外だよという感じもなんなかったし、うん、ちゃんと、こう、手堅く、なんですか、うんうん、仲間には入れてくれるんですか、盛り上げて、まあ、チャンス来た時に準備初球みたいな感じなんですね。そうです。ちゃんと使ってくれたし。うん、これはね、無限に聞きたいことはいっぱいあるんですけど、まあ、
カターニアでは、だからその、091013位、101113位で、まあ森本選手はそのまあ牧師の存在もあったことによって、だん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 ちょっと苦しい状況になってきて、そうそう、はい。で、1112に関しては、ノバーランにこうレンタルで移籍するわけですけど、はい、これはやっぱ本人としてはかなりこう気合の入った、もう一回こう仕切り直すという意味でも、重要な移籍だったと思うし、シーズン前半僕すごい、そうですね。あ、来た、やっぱり、ここからまた行けるぜっていう期待感のあったシーズン前半だったと思うんですけど、このノバーラどうでした？ノバーラはやっぱ、なんだろう、B から上がってきて、うん、本当勢いのある感じのチームだったし、うんうんうん、で、街もミラノから近くて、そっかそっかそっか。で、そっかそっか。よくミラノにご飯行った、みんなでご飯行ったりもしましたし、はいはいはい、すごく良かったですけどね。やっぱここでもやっぱ膝怪我しちゃって、そっから徐々にまたポジション争いに負けてったりっていうのがあって、うんうん、今やっぱ開幕してからはインテルに勝ったりとか。ですよね。そうそうそう。そうです。メッチョリーニね。はい。そう。メッチョリーニ。そう。だメッチョリーニ、マスカーラ、森本みたいなスリートップの時もありましたよね。ありました。ね、はい、それ俺めっちゃ好きだったんだよな。ノーバーラの時はどうですか、やっぱマスカーラといることが多かったですか。ノーバーラの時は、家が近いかったのは、なんだろう。リゴーニとか、マルボリゴーニ。リゴーニと10番。はいはいはい。あ、メッチョリーニも一緒のとこ住んでたんで、うん、よく家遊び行ってましたね。プレステしたり。あと、ジェダーも仲良かった。はいはいはい、めっちゃいいやつで。どうですか、その、まあ街の話も僕ぜひ聞きたいんですけど、カターニャとノバーラだと、まあミラノに近いところだと、街とか人の雰囲気もちょっとガラッと全然違います。やっぱ違いますか。本当違います、はい。だから、カターニャのリズムで生活してると、本当に、生きれないと思います。本当、カターニャって、特殊な街だから。そこで気づくんですよ。本当に、もう、すべてが、ルールがない街なので。それをノバーラでやってしまうと、本当にもう、生きていけないなって。生きていけない。おもろ。あ、そうなんだ。へえ、面白い。その頃はじゃあ、長友選手とかとも、しょっちゅう。あ、でもミラノは近かったんで。はい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 。当時、まあ当時もスマホとかインターネットも増えてきたのかな。増えてきました。イタリア生活ではそんな苦労することはなかったですか？なかったですね。そうですね。食事はどうされてたんですか？食事は家の下のレストラン行ったりとか、うん、自分でお米炊いて、魚焼いたりとか、肉買って、食べて出してました。なかっけえ。でも、そんなところに住んじゃったら、もう型に戻りたくなくなっちゃうじゃないですか。いや、どうですか、戻りたいの、むしろ。なんかやっぱ、カターニャ人になっちゃってて、やっぱカターニャ恋しくなりましたもん。その、こんな、ちゃんとした街嫌だと思って。こんなところに住めない。こんなところ住めない。もっと、野に解き放ってほしいみたいな。まあやっぱ衣食住ですから、やっぱり生活の基本は、そこがベースがしっかりしないとっていうのはやっぱあると思いますよ。で、1213シーズンはもう一回カターニャに戻ったけど、まあここでもなかなか難しい状況だったんで、このシーズンの途中にアルナスルに移籍するんですよね。そうですね。はい。これは、どんな決断だったですかね。これはやっぱ出場機会でしたね。うん、その、なんだっけ、マランか。ロランド・マラン。ああ、マランね。マラン、はい。マラン。キエボとかに。マラン。が監督だったんですよ、ね。で、もうすごく、なんだろう、話好きな感じで、いっぱいこう話しかけてきて。いや、俺はベルゲッシュと、中野でポジションアナウンスしてほしいみたいな。最初すごい言ってて。で、自分はもう、違うチーム行きたかったんですよ、ね。カターニャじゃなくて。いろいろ代理人も話してて、でいろいろ探ってもらいながらあったんですよ、いろいろあったんですけど、うんうん、結局そのマランが引き残れみたいな感じ で残ったんですけど、うんうん、全然試合出れなくて、うん、使ってもらえなくて、うん、そしたらその若い二十歳ぐらいのなんかマリ人かなんかの選手が、うん、ストライカーがいて、はい、で最初その選手プリマベーラ行ったりとかしてたんですけど、はい、それの子を重宝し始めちゃって、はいはいはい、でも3番目4番手ぐらいになっちゃった、はいはい、で全く試合出れなくなっちゃって、うん、でそれでやっぱクリスマス迎えて、うん、時にその恩師の前科監督から電話かかってきて、うん、俺今 UAE のアルナスルにいるから来いみたいな、うん、いや行きますっつって、でマスカラも今やってるっつって、はいはいはい、でマスカラからも電話かかってきて、
で、そう12月クリスマス休暇で箱根に旅行行ってたんですよ。はい、箱根旅行行ってて、じゃあなんか UAE のなんか国際バイトみたいなのがかかってきて、はい、ハローみたいな。お高みたいな。前科監督、何やってんだよ。あ、いつ来るんだ、UAE みたいな。もう話は始まってるのみたいな。いや、もう俺は代理人に連絡するから、分かりました。つって、でも年明けにもう UAE 決まって、感じで。すごいな。すごいな。だって前科に呼ばれるってもう何それだよな。嬉しいっすよね。嬉しいですよね、それは。これ、僕ら世代からすると、前科ってやっぱその1990年ワールドカップとかのもう大スターだから、もうその人と、その森くんが、その、選手と監督として、まあ、すごい強い絆を作ったっていうこと自体が、もう胸熱すぎて、確かにね。我々世代からするとすごい話だと思うんですけど、でもじゃあそれすぐ行ったんですね、箱根から。そうです。箱根から UAE 取りました。なるほどね。いや、すごい。なるほど。イタリアを離れるっていうところは、まあ、前が監督だっていうのもあったので、そこまで抵抗はなかったって感じですかね。抵抗なかったですね。うん、プレーできる、まあ、出場できるところを大優先って感じですかね。まあ、そこから、まあ、アルナッセル、そして、まあ、日本に戻ってきて、まあ、細井さんと出会う、ギフ、はい、川崎、そしてアビスパと。うん、で、2020年からまた、ギリシャ、うん、そしてパラグアイ、そして昨年までいたんですかね。これなんて読めばよろしいんですか。タイチューフトゥーロ。フトゥーロってもうあれですか、イタリア語が来てるんですか。多分そうだと思います。うんうん、ここはなんか日本人の方がオーナーでしたっけ。はいはい。ルケーニョは、小沢秀明さんってゴールキーパーが以前行ってましたよね。はいはいはい、で僕すごい仲良くさせてもらって。あ、そうなんですか。そうなんです。武田さんも行ってて。そっか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 。これ、すごく見方として、まあ、冒頭に戻ると、15歳で、こう J リーグにデビューした森本貴之という、まあ、なんて言うんだろう。モンスター級の逸材が、セリエで長い縁を7年経て、こうやってこういうキャリアを歩んでいくわけですけど、なんかすごい、このキャリアだけ見ていくと、なんか後半はやっぱどんどんこう尻すぼめになっていってしまったと見る人もいるかもしれないけど、でもこのキャリアって、もう本当に森本選手しか経験してないものすごいもんだと思うんですよ。イタリアに7年いて、アルナスル UAE 行って、また日本戻ってきて、また海外行くなんて、これは本当にすごいことだと思う。しかもまだ現役でプレーされてるってこと自体が。で、またこれから先のことを模索してるところですごいなと思うんですけど、こう自分自身のここまでを振り返って、なんかこう、どんなことを今思います？いや、でもやっぱ、周りの人たちの期待、うんうん、いろんなこう、森本にこう、夢を、うん、なんだろう、乗せてというか、うん、こう、森本、どんななるんだろうな、はい、と思って、はいで見てクリスは期待には応えられなかったなと思いますけど、うん、でも自分は全く後悔してないです、はい、このキャリアを積んだことに関しては本当に何も後悔なくて、うん、また生まれ変わってもこのキャリアを生みたいなぐらいの感じで、はいはい、じゃないと今の自分はないし、うん、とか思う人間なんで、うんうん、本当に俺は本当に楽しくて、うん、本当に自分しかできない、うん、いや本当そうです経験がこの、まあ、今年20年目なんですけど、はいはい、20年間できたなってのは感じますね。そうですよね、うん、例えばね、その日本代表の話で言うと、まあ、2010年はワールドカップを経験したけど、その、まあ、同世代の例えばさっき名前が挙がった香川真司選手とか、乾選手も含めて、もしかしたら何かがうまくハマってたら、ものすごい活躍をもっとできたかもしれないけど、でもそれとはまた違ったキャリアになったわけじゃないですか。はいはい、こうそういうことに対しては、もう、なんか自分の中で例えば、どうして俺は、例えば香川真司みたいに、ああいう風にドンっていけなかったんだろうとか、悩んだり、それについてこう、自分のことを、責めたりというか、そういう感覚に陥ったことってありました？キャリアで。
俺はこれでいいんだろうかみたいなことを思ったことってありました？いやでもやっぱシンジがドルトムント行って大活躍1年目した時とかに、自分は多分あれなんですよね、そのマランに干されてた時なんですよ。はいはいはい、マランかな、うん、3日ミハラビッチに干されてるって。でシンジがあんだけドイツでやってて、悔しいなって思いはありましたね、うんうんうん。まあまだまだその今も選手現役として続けられてるわけですけども、まだまだプレーは続けていかれるんですよね。そうです。もうでも次で僕は最後にしたいなとは思ってます。ほう、そうなんですか。アクラガス行ってもうやりきって、もうスパッともうやめたいです。なるほど、はい。これ今ちらっと名前出ましたけど、その今から行こうとしているチームがイタリアの、またそれもシチリアにあるチームで、はい、現在セリエD に所属しているチームからオファーがあったと。そうです。はい。で、行くことを決断したと。はい。たまらないですね。たまらないですよね。うん。たまらないですよね。本当に。マジでやばいですよ、この。でもずっとこれ3週間ぐらい、はい、来週来い、来週来いって言ってずっと伸びてるので。うんうん、はい。怖いね。再来週ずっといる、日本にいる可能性はあるんですよ。なんか手続きできなかったのか、ありえそう、ありえそう、ありえそう、怖いですよ、怖いですね、怖いですね。まあ、しかもセリエ B とかになるとちょっと不安になっちゃうんですよね。そうそうそう、そうなんですよ、うん。まあでもそのやっぱイタリアからのオファーっていうのは嬉しかったですか？嬉しいですね。これもその一緒にやったスポーリっていうセンターバックアルゼンチンと電話してて、多分今どこでやってんだって言って、うん、台湾でプレーしてるよっつって、で、あと何年やるんだみたいな。いや、もう次移籍して頑張ってもう辞めたいよ、つったら。じゃあイタリアで辞めるか、みたいな。マジかよ、すぎるわ。マジかよ。で、スポーリが、うん、その、アクラガスの部長さんに電話してくれて、うん、で、なんか、会いにも行ってくれて、あいつわざわざ、うん。で、ミーティングしてる、カフェでミーティングしてるのビデオ、うん、電話で来て、はい、で、彼が監督、彼が GM、はいはい、彼がマネージャー、つって。ビデオ紹介されて、チャオチャオってやって、で、もう話来るから、準備しとけよ、みたいな。体作っとけよ、みたいな感じで言われて、から始まってます、ね。すごい、マジですごい、もう超イタリア的。ね、ほんと涙でしょ、そんなの。じゃあ、それを無限にするなんてことはないでしょ。と思うんですよね。さすがにそこまで動いてくれてたら、だから怖いから、はい、でミディカルチェックで膝が悪すぎると、うん、はいはいはい、言われるキエボの時ダメだった。そっかそっか、はいはいはい、そこが行ってダメだったっていうのが怖くて、うんうん、でもどうなるんだろうなって、まず未知数でちょっと行けるのかどうかも。いやいや、でもその話がそれです。まあスポーリーさんのことだけじゃなく進んでいくってことは、やっぱりあの辺の地域の人たちにとって、いまだにそのジャポネーゼの高森本っていうのの名前はやっぱみんなまだ覚えてくれてるってことでしょ。多分そうですね。そうですよね。すごい、そのもう、じゃあ過去の一緒に行って、プレイしてるチームメイトたちがメールとか、ガンガンくれて、はいはい、本当かみたいな、このニュース見たけど本当かみたいな。うわもうダメだ。試合に帰ってくるのかってことですよね。テデスコとかが。テデスコが、マジで。だから、試合帰ってくんのって言われて、帰れると思うつって。で、何やってんのみたいな。ジャコモって言うんですけど。ジャコモ。で、パレルモでサッカースクールやってるっつって。会いに行くよ、みたいな。アグリジェント近いから、つって。と、会いますし。ビアジャンティがカターニャの強化部長やってるの知ってます。そうなんですよ。すごいですね。いや、まあ、ビアジャンティはね、まあ、カターニャでまあ、スターでしたからね。はい、いや、でもきっとそのアクラガスがどうなるかわかんないですけど、何かの、つながりで他のチームとかにはいけるんじゃないかなって思いますけどね。そういうの話を聞いて。なんだったら行っちゃったら、もうなんか。そうそうそう。どうにでも。ね、そうですよね。だって、いや、森くんのやっぱその、作ってきた、この7年間で作ったやつは、そうそうそう。めちゃくちゃやっぱ大きいんだと思うんですよね。うん。で、みんな喜んでくれるだろうし、未だに現役やってるってことを含めて、大歓迎してくれる気しかしないから、その人が今このフィリッポ・インザーギのミラン来てていいのかわかんないですけど。いやー確かに熱いわ。熱すぎる、これもう本書きてよ。
やっぱりその、まあ、他の国のお話は省いてしまいましたけども、はい、やっぱ僕らからすると、やっぱイタリアでのお話は、胸に期するものがあるし、やばいこれは。やっぱそのファミリー感っていうか仲間意識とかっていうのが今でも続いてることにやっぱすごい感銘を受けました。やっぱりそのはやっぱり諸選手の人柄だったり、カターニャ、ノバール残しが功績がそうさせてるんだと思うんで、ぜひ今シーズンイタリアでプレーしてほしいですね。ねえ、いや今の諸さんの話聞いちゃうと、やっぱセリア好きでよかったなと思いますよね。本当ね。ねえ。はい。ということで今回、前半戦は、はい、森本選手のキャリアを振り返っていきましたけども、来週放送するこの放送では森本選手に、背番号にちなんで15個の質問をしていこうというような、はい、質問攻めにするということでお届けします、はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。